アムロ専用ザク2って言って紹介したじゃないですか、この子。何がキティちゃん専用ザク2や。キティちゃん専用作ってないわ。でも見ると確かにキティちゃんに見えてきて、なんかちょっと今困惑してますけども、まあ引き続き作っていきますんでね。そんなことはいいんですよ。今日はモンストニュースでいろいろ発表されましたね。追加超級曲かと思いきや、追加超級曲風のクエスト発表でしたね。まぁ、ちょっと3ステージあって、各ステージクリアしながらポイントを貯めていって、次のステージに挑戦権を得ていくという、ちょっと難しそうな感じではございましたが、まぁ、まだね、5月17日なんで、あとね、10日はないか、8日ぐらいあるんで、まぁ、ゆっくりやれるってことですから、明日の昼12時からってことで、ギコちゃんもね、早速配信枠取って配信しようかなと思っておりますので、もしお時間あれば、土平日ですけどね、ザ・土平日のお昼12時なんで、みんな仕事とか学校があると思うので多分難しいと思うんですけど、ゆこちゃんみたいな自営業の人間だったりとかはお時間あると思いますので、もしよかったら、はい、遊びに来てくださったら嬉しいです。ダメだよ、学校サボったり仕事サボったりしたらダメだからね、そっち優先ね。ということで今日はクソガチャを引いていこう。誰も引かないようなクソガチャを引いていくってそういう企画。見て、昨日からさ、レッドスターズ来てるじゃない。昨日だよね、昨日の昼からだよね。はい、今日も引き続きレッドスターズは来てるわけですけども、引かないよね。引く？引かないよね。だって欲しいキャラいないでしょ、みんな別に。まあエビスは確かに強いけど別に必須ってわけでもないし、なので今日はこれを引いていく。そして見てほしい、リコちゃんの非属性のキャラクターのラックマックスになっていないラック中のキャラクターたちはこちらです。はい、ギルガメッシュナイトね。まずギルガメッシュナイトはラック95なんで、あと1体で運極。はい、セケモトの龍馬が94なんで、あと1体で運極。それ以下はまだ運極が遠い、遠くはないけど2体ですよ。うんだね、この子もそうだね。はい、まあこれは出ないんだよね。何か運極にできたらいいなということで100連引いていきたいと思います。それではやっていく。では引いていきましょう。10連目70個残しね。いや5月の後半にね、予想だよ、あくまでも予想だけど、5月の後半に多分次のコラボ来ると思うんだよね、マジで。で、前も言ったけど、多分そっちが本命コラボな気がする。めちゃめちゃ強いキャラクターな気がする。おっと、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 おっと。やんだよ。いきなり、いきなりなんだよ。これは確定ですから。まあでも欲しいキャラクターは特にいないよ。オシリスね、1体目。いや一体これ脳幹かな、脳幹確定きた。この時が来たか、ちょっと嬉しい。確定はやっぱり嬉しい。ランスロット X とかいらないからね、絶対出るね。もうあれはもう過去の呪いだから、もう解き放たれたから俺はね。ガウェイン、おっ、結構神引きしてる、神引きしてる、すげえ神引きしてる。これもなんだっけ、ラプラス神引きです。これ1、2、3、4、5、全部運極じゃない。イドーラもアルデバランも多分この子もね、運極足りてない。ガウェインは多分足りてるかもしれない。最高です。え、20連目にして結構いい形になってるよ。こいつは大勝利の予感だね。左回転確定、やばい。ゴミガチャだと思ったら神ガチャ、一文字違いだよ、神とゴミ、やばい。ブリュンヒルデ、ああ、なんだっけ、バサラじゃなくて、ああそう、鬼丸くんニツナ、これもいいっすよね。鬼丸くんニツナは115か曲まあでも、うん、重心構えとか運極じゃないからさ、嬉しい嬉しい。ストライクショット、いや、やばい、確定確定ときて、ここで確定終わりか。花火？あ、来ないよね。確定はない。爆死挟んじゃう？ワンチャン。
しじゃねえかよ。まあ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 いいでしょ。引くと決めたからには引くんだから。それしかない。俺に残された道はガチャを引くしかない。確定。え、なにこれ、いいのこんな。え、もう3種類目じゃない、確定。神ガチャかと思ったらマジ神ガチャ。カバちゃん、いやすごいぞ。どうしたどうしたどうした。カバエルこの間欲しいって言ってなかった俺。え、何これ。これ毎回同じこと言ってるけど、みんなが引きそうにないガチャ実は確率上げてないねえ。あるよこれ。ちょっと待って、嘘でしょ。収束だ。おやばいぞみんな、これ、これやりすぎやりすぎやりすぎ。ちょっとあからさま、あからさまチャンネル、これやばい、これやばいっすよ。あーでもちょっとすごいすごいすごい、え、すごい。ちょっと待って、そう、ムクロでしょこれ。どこで使うのこのキャラ、どこで使うのこのキャラ、全然マジでわかんない。でも全部だ、嬉しいし、あとは、うん、え、やばいっすね。ハッピーなんですけど今日。目パチパチは？さすがにか。まあさすがにもう来ない？プチューンとか？来ない。さすがにか。花火は？花火も来ない。花火も来ない。まあちょこちょこ爆死挟むけども。ねえ。まあいいでしょ。爆笑さん挟んでもいいぐらいだよ。やばいっすよ、この引き。ねえ。あと30連引けんだから。え、ストライクショット。まあもう十分。十分十分。お？これ多いな。これ多いな、これが。これ。これ多いな。やめてくんない、これ。これ。まあこれはね、脳幹ですから。脳幹、脳幹。お、いいじゃん。十文字なんちゃら。大千鳥十文字層。ね。あと20連引きますよ。なんか新しい確定来てほしいな。頭の上。言ってくんねえかな。お願いします。頭の上チュン。ダメだ、最初で分かるもんな。いっちゃん最初にさ、まずガチャリトルとか下行くもんね。上行って、上行ってね、玉が、玉ってかオーブね。さあラスト10連。まあ、最後は綺麗に締めましょう。綺麗に締めましょう。ね。大事だよ。大事。綺麗に締めよう、そこは。キュッて締めよう。ね。やっぱ、オチ大事だから。これが多いな。相変わらず。あとはじわるー。清正？清正これ。清まっちゃん出たこれ。さあ、いらないの売っちゃいましょう。いや結構神引きしたと思いますよ。100連引いてどれぐらい星5、6出た ?8 体ぐらい、10体ぐらい出た。でもワンチャン見てみようか。これはいいとして、取得順にして全て、まあ引いていいのか。はい、見ていきましょう。オシリスからだから5、10、16体。やっば、100連 16% ガチャ、あつ。まあ、12% だからちょっと上振れたね、だいぶ。じゃあちょっと最後に混ぜちゃいましょう。ひょっとしたら、ひょっとするからね、これね。ね、紋章力もこれ上がってるから。ちなみに火の紋章力5上がりました。ここでありがとうございます。あなたは、あなたは重心構える運極ね。これも上がりました。またこれワンチャンさ、あれか、7万も見える。紋章力火属性でしょ。で、まだまだ、まあ、ガチャキャラだけどね。ガチャキャラだけど、重心構えとか、進化神化の
キャラクターの運極できてないの。なんならまだ取り掛かってもいないレベル、うん、ゼロポイントのやつもいるぐらいだと思うから、そう考えたらこれ7万見えるんじゃない？見えそうだな。うん、7万とかマジでかっこよくね？面白く7万で6万までは見たことあるんだよ。6万台は、うん、ゲコちゃん以外にも数人は見たことある。でも7万は見たことないの。そうやって課金いっぱいした人たちもね、今やもうモンストも離れてしまってやめちゃったみたいな人も多いわけ。うん、それでもなおギコちゃんは課金をし続けてるわけじゃん。7万見えてもいいんじゃないの？これ将来性あるんじゃないの？これねえ、運営さんそろそろさ頼むって。運営さん待って、これ進化神か、神か作っとくか、目つぶってですね。そっから神かね、あそろそろあの7500じゃなくてさ、モンスター力必要なのが7万5000行きましょうよ。運営さんもうそろそろ俺たち求めてるよ、特に俺ねえ、新たな紋章力の力の解放をさしてほしいわけですよ。うん、これは紋章力なんだよ。まあ、7万は嘘だけど、だから3万ぐらいまであってもいいよね。うん、3万ぐらいはね、各属性ね、これありだと思うんだよね。3万だと俺の半分以下だから全然あり得る数字ではある。だからガチャ券運極にしなくても運極を作ればどうにかなる数字だと思うんで、全然リアルな数字だと思うんだけど、3万は7500の期間ちょっと長すぎるから、俺たち全員マンネリ化し始めてるから、ちょっとそこ運営さんお願いしますよね。新たな力の解放をねなくして力のカタルシスは語れねえよ。うん、よくわかんないけど。で21、ちょっとなんか新たな流れ欲しいよな。モンストも最近めちゃくちゃなんかこうモンスト離れがこう加速してるらしいからさ、頼む。まだ俺たちは楽しみてんだ。頼むぜ。最後押しです。49、何人いんのこれ。重心加護ね、めちゃめちゃいた。これ今知ったんだけど言い過ぎだ。これ何で当たったんだ。これこの間当たったのかな。レベルの勝利千切れ、もったいない、もったいない、それはもったいない。何が当たったこれね、すごいもったいないから一旦いいや。じゃあ、うん、一旦いいや、めんどくさい、時間かかっちゃうからね、はい、そんなわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。明日のお昼12時からね配信するので、さっきも言いましたが、もしどうしても暇だったら遊びに来てください。というわけでバイバイ。